レナトジュニオールルス・サンチェスは、ポルトガル・リスボン出身のサッカー選手。ラスック・リール・メトロポール所属。ポジションは MF。レナト・サンシェズと表記されることもある。父親は、サントメ・プリンシペ人。母親は、カーボベルゲン。2006年に、当時9歳で、地元、リスボンに、本拠地を置く SL、ベンフィカの下部組織に入団。2014年から、 B チームのベンフィカ B でプレーしていたが、2015から16シーズンにトップチームの監督であるルイビトーリアに、見染められトップチームの練習に参加。2015年10月30日に行われた、プリメーラリーが第9節のトンデラ戦で、トップチームデビューを果たした。複数のクラブへの移籍が報じられていたが、2016年5月10日、バイエル・ミューンヘンへの移籍が発表された。 契約は2021年まで、移籍金は3500万ユーロ。移籍金は FIFA フフ最優秀選手賞受賞や、代表入りなどのパフォーマンス次第で、最大4500万ユーロが支払われることになる。またサンチェスは、バイエル・ミュンヘン史上初のポルトガル人選手となった。9月9日、第2節のシャルケレイオン戦で、初先発をし、移籍後初出場を果たした。 しかし、シャベアロンソや、アルトゥーロビダル、ハビ・マルティネスなどのライバルの存在や、自身の不信もあって17試合の出場に終わった。2017年8月31日、スウォンジーシティ AFCA1 年間のレンタル遺跡が発表された。2018から19シーズンによりバイエルンに復帰した。九月十九日、欧州 CL 第一節のベンフィカ戦でフルス相手に、得点を決めて、 恩返しをした。2019年8月23日、リーグアンのラスクリールメトロポールと5年契約を締結したことが発表された。2016年3月26日に行われた、ブルガリアとの親善試合に74分から出場し、ポルトガル代表デビューを果たした。UEFA ユーロ2016では、チーム最年少でメンバーに選出され、 ラウンド16のクロアチア戦では途中出場ながら、決勝点の起点になるなどポルトガルの勝利に貢献し、マンオブザマッチに選出。続く、準々決勝のポーランド戦では、大会で初めて先発起用されると、代表初得点となる、同点ゴールを挙げ PK 戦でも2番手のキッカーとして、成功させる活躍で、2試合続けて、マンオブザマッチに選出された。 決勝のフランス戦でも先発出場を果たし、ポルトガルの史上初となる UEFA、欧州選手権優勝に貢献した、ユーロ2016ポーランド戦の得点シーン。ありがとうございます。